皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウエッジとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。眠たい？今日はねちょっとね風邪薬を飲んできた。ああそうなの、ね、風邪なのか、うん、花粉症なのかちょっと分からなくて、昨日もくしゃみが止まらなくて、うん、悪口言われてんねん。かわいそう。あ、そうやろか、そうやろか、うん、そうやろか、そっちそっちと思うよ。そっち、うん、でさ、で、うん、一応風邪薬で、風邪薬やとなんて鼻のむくみとかも治るじゃない、うんうん、ね、うん、で風邪薬飲んで抑えてるんやけども、うんうん、飲むと眠たいのよ。またや、またや、また本番中に寝る宣言出ましたけど皆さんすいません、今日も上田がやるかしますんで。はい、で今日の話題は、今日の話題なんでしょう、講演会にたまたまこう行ったりすると、うんうん、決してウェッジみたいにこう滑舌が良くない人でも、はい、こう引き込まれるように、うん、上手に話してる人っているじゃない、うん、もうずっとやっぱりそう、私この前言ったじゃないですか、そうそう、こう話し方が上手、アナウンサーのように、うん、話し方じゃないね、うん、あれね、なんかこう引き込むようなそのテクニックっていうか、その、うん、なんかずっと話にこう引き込まれるような話をする、講演する人っているじゃない、うんうん、いるいる、あの極意って何やろっていうことを、うん、ここずっと考えてて、マジで、うん、え、それはまあ笑い、泣き、感銘、うんうんうん、いろんなパターンの話を、はいはい、うん、3パターンぐらい用意してるらしいの。ウエッジ今日はどのパターンで行くの？何もない。出たね。でそれをつかみの時に、うん、今日のお客さんはどういう質やっていうのを判断して、でどれを話すかっていうのを用意してるっていうのを聞いたのよ。大丈夫？でいやそれすごいなと思って、そんなんしようと思ったら大変やん。だいぶハードル上げたんじゃ大丈夫、うん、だから、うん、そういうことを皆さんなさって、うん、やっぱりお金をもらって講演する人っていうのは準備をそれなりにしてるんやなということで、今日はね、はい、今日はそういう話し方の話題の人を、息が止まりそうやねんけど、そうそう、大丈夫かな、止まりそうやろ、止まりそう、やばい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 、来るかな、大丈夫、大丈夫かな、ちょっとだいぶ心臓痛いけどちょっと頑張ろう、うん、うん、まあ、その感じで一旦コマーシャル行きます、はい、では、はい、いってらっしゃーい、いってらっしゃーい。おかえりなさーい。今日はめっちゃ緊張してます。やばいよ、株式会社オフィスマーメイドの代表取締役、はい、谷口京子さん、はい、神戸ウェディング会議の事務局長もなさってます、はい、まあ、写真がちょっとあるんですけども、ご紹介、谷口京子さんでーす、はい、だいぶ緊張してますから、はい、だいぶ緊張してますよ。で話し方のプロ、まあ、僕たちの、僕たちの身近なところでは話し方のプロっていうことで、ね、めっちゃ緊張してます。もうめっちゃツッコミどころ満載すぎて、満載すぎて、この番組では無理っていう、ね、そうそう、この時間では無理なんで、またごゆっくり、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、怖い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 、まずね、はい、そのオフィスマーメイド、はい、まあ、司会をする方を、うんうん、まあ、派遣したりとか、はい、そういうようなまあ、お話しする喋りのプロを派遣するっていうのと、あとウェディングのプロデュースなんかも、はい、まあ、なさってたり、まあ、イベントプロデュースをなさってたり、あとボイスタレントさん、はい、それの派遣とか、あとコミュニケーションスキルアップ研修、まあ、好感の持てる話し方とか、はい、そういうようなものを研修を、うん、企業とか会社、はい、開催なさったり、はいはい、あとスクール、プロの司会者を養成するとか、そういったいろんなスクールをなさってるっていうことなんですけども、今メインでやっぱりその柱になってるっていうのは、
柱は、ブライダル、ブライダル、うん、柱で司会者も、はい、ブライダルで派遣するのが一番多いです、はい、ご自身も第一線で大活躍ですもんね。そうです昔はね、今ですね。いや今もです、ね、今はもうあの今もどっちかと教える方をさせていただいてるんですけど、あ、まあはい、でも現役でいろんな司会もなさってるので、でもウェディング大変なんでね。そうですよね、若いもんに任せないと、うん、頭ボケできたら無理です。なかなかそんな大変なんですか。大変ですよ、ウェディングは。どういう面で。最近あのサプライズサプライズサプライズすごいあるじゃないですか、はいはいはい、なるほどね、手作り感がこう、はい、満載で、満載でね、もうちょっとでも息抜いたらもう、あ、これ飛ばしたとか。なるほどね。打ち合わせでもこの人には内緒で、この人には内緒でって言われたら、うちわしか分からない話題とかをね、こう盛り上げないといけないから、だから打ち合わせもきっちりね、あのできにくいですよね。そうですね、あ、サプライズ、そう、サプライズだから絶対奥さんに、彼女には大事にしないって言われて、ね、で、そこ全然ここ空いてるからって彼女から電話かかってきてね、ここ空いてるからなんかもうちょっと違うの入れてとか言われても、はい、いやいや、ここはちょっとあのー、その、いや時間ありませんいやいや、そのあのー、みたいな、いろんなことがあって、なるほど、ご自体のプロフィールもね、お作りしないといけないし、はいはい、昔はね、売借人さんがいらっしゃって、全部やってくださってたけど、今はもう司会者が作るような状態です。そうなんですね。本当はね、お二人がお作りになるべきなんでしょうか。そしたら打ち合わせの時に聞き取りしながら聞き取りしてアンケートを返してもらって、また作らないかもしれない。大変大変なんか仕事の範疇がすごい広いですよね。そしたらそうですね、だからもう文章を作るのはプロじゃないよっていうことを最初に分かっておいていただかないと、まあ文章が変やったらすごい、もう学者みたいな新郎新婦いらっしゃるじゃないですか、そしたら言葉遣いがどうのとか言ってクレームが出たりし、はい、いや、ほんまはあなたたちが作るものですよと。なるほど。それを私たちがちょっと大雑把に作ったあとは全部訂正直してくださいねって申し上げててありませんかって言って言いたくなる。なるほど、うん、怖い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 、で、何箇所もやっぱり掛け持ちっていうか、そのスケジュールが詰まってると全部覚えるのやっぱり無理になってきますよね。はい、そこだけの一件のことに集中して全部覚えるならあれですけども、ずっと何件もやっぱりね、こなしていかなきゃいけないの で、 そうです。この前すごい場に立ち会ったんですよ。でそう、ね、ウェディングシーズンに選挙が、うん、選挙会のウグイスしてたから、ね、そうそうです、京子さんから、ね、お受けいただいて、はい、そうなんです、ね、ブライダルシーズンで、はい、司会者が、司会者全部出払ってて、しゃあないから私がね、車に乗って選挙会乗って、ね、もう最近は乗らへんよ、ね、あの監視だけやったんですけど、それで自ら、自ら、そうそうそう、それも手術明けですからね、はい、そうですよね、手術明けやったね、ほとんど歩き回らずに、いや、めっちゃ歩いてましたよ、だって元走り回ってくれてたよね、ありがとうございます、神戸駅の端から東急ハンズまで歩きました、ね、歩きました、歩きました、歩きました、すごい、桃太郎って言うんですよ、それ知ってます。先生方と、まあ、議員の先生方が一緒にバーッと商店街から全部歩いて、歩きながら、なるほど、歩いて歩いて皆様方にお願いに上がっておりますとか言うんですよ。なるほど、はい、で、こんな美しい声で喋ってる、その中からあなた早く行って先生あ握手してもらったらいけるじゃないのってめっちゃ怒られたんですよ。めっちゃ怖かったから何してんのあなたってね、京子さん、そうですね、こんな番組だから言えるけどそうですね、はい、すごい。でもそのやっぱりウェディングがメインということで、うんうん、そこからの派生っていうか、うん、あれで神戸ウェディング会議、うんうん、そうですね、神戸ウェディング会議っていうのは、神戸の街を元気にしようと思って、たまたまウェディングだったんですが、私はあの、はい、ウェディングの方にどん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 司会、本当は最初はウェディングだけではなかったんですけどね、はいはい、ウェディングが多くなって、あるホテルの業者会みたいなのありますよ、はい、そこに行ったらもう業者の数がすごい多いんですね、100社ぐらいがいて、で、ウェディングって一組のカップルが結婚式をされたらこんだけの人が仕事ができるっていうことは神戸が活性化できるよねって、ね、すごい、震災後なんかせなあかんって、はい、神戸の町が元気になるように頑張れって言われた、私の恩師の方に言われたので、その先輩、大先輩ね、はい、私のご恩のある方がおっしゃったので、やっぱりそれをなんとかせなあかんと思った時に、はい、あ、ウェディングっていいよねっていうことで神戸ウェディング会議っていうのを2005年立ち上げた一人なんですね、はい、そんな感じだったんですね、うん、始まった。そうなんですよ、神戸の街を元気にするにはどうしたらいいかっていうこと で、 でまたお葬式の街から元気になったり、それはちょっとね、あまり元気ない。2010年ぐらいに、ウェディングクイーンがあれしたんで、その時に立ち上がったのかと思ったら2005年なんですね。そうなん、2005年なんです。でウェディングクイーンが2010年から、はい、すごいですね、2010年初代の、そうなんです、初代の方がすごい人がいるんですよね、パンフレットを持ってきたんでございますけれども、はい、初代がフジテレビの今の目覚ましテレビアナウンサー、メインキャスターの長島由美ちゃん、ね、で第2代も読売テレビ、はい、第3代もこれないと分からない NHK、はい、これ持ってきて、で第4代も今瀬戸内海放送でアナウンサーやってます。すごい、だからアナウンサーになりたいなっていう人が結構たくさん、はい、そう、ね、応募してきてくれるようになりました。あ、すごい、はい、すごいですね。第9代
が今度募集したいんで、はい、6月になったら、ね、だから神戸ウェディング会議ちゃんとやってちょこんと押してもらったら、はい、ちょこんと押してもらったら、はい、あ、応募ができるということ応募できるので、ぜひぜひね、皆さん、はい、この番組にも、うん、第7代目の、うん、アメリカクイーンのね、そう、はい、出ていただきましたね、井上、あ、井上ちゃん来た、はい、はい、そうなんよ、そうなんよ、まいちゃん、あ、まいちゃん来たね、はい、が、アーカイブで、あの、見てもらったらいいと思うんですけど、うん、57回放送でご出演なさってます。はい、だからアナウンサーみたいなことをやりたいって言っちゃってたんですよ。いや、あの子もね、アナウンサー志望なんですけど、はい、なかなか難しいと思うんですから、ね、あ、そうなんですか、はい、怖い怖い、京子さん、ポーズピー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 、あのね、ぽよんとしてすぎて、性格が優しすぎて無理っていう感じ。アナウンサーはどういうタイプの人が、いや、もうちょっとしっかりしとかんとあかんでしょうね。もうちょっとザクッとしすぎてわかりません、今日もな、怖い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 、まりちゃん、それともうね、はい、アナウンサー今から目指して、もう卒業しちゃったら、はい、それなかなか難しい、やっぱ現役、現役で、そうやね、うんうんうん、だから、受けて卒業、新卒で入れへんかったらもう難しい、ね、あとはタレントからの仕事しかないと、タレントで喋る、レポーターからの、はい、うん、下積みがいる、オーナー持ち、そうなんですよ、だからまりちゃんはちょっと二十歳ぐらいから頑張らなあかんで言ってたんやけど、はい、何聞く、なるほど、なるほど、顔は可愛いし性格もいいんですけどね。そうですね、ウェディングクイーンって今、できた 3名ずついらっしゃるんですよね。そうです、うん、だから3パ20計算できる計算したって、いっぱい24やったから今6代までいるんですか。今8代目、8代、今度9代を募集してます。あ、そうですね、うんうん、はい、本当にね、みんな伸びてますよ、卒業後。あ、そうなんですか、うん、なんか、面接とかあるじゃないですか、はい、そうなんでも一般企業でもね、丸紅とかね、いいとこばっかり行ってるんですよ、はい、すごい、うん、で、つかみは OK らしいですよ、神戸ウェディングクリアやってました、これなんですかとか言って、一つのブランド、うん、ええ、自分のブランドになる、まあ、うん、そうなんですよ、でこれ何ですかって言われたら、まあ、はい、いろいろこういうふうに社会貢献ですよみたいなこと言えるじゃないですか、ね、それで、はい、ですし、あれですもんね、歴代そういうね、うん、活躍していらっしゃる方がいるっていう、ウェディングクイーンになってからやっぱり京子さんのところでトレーニングとか、いろいろするんで、やっぱりそのスキルアップもやっぱりされますよね。ええ、まあ、1年間見られててね、ねえ、太ったあかんとかね、いろいろ言われるわけですよね。いろいろね、はい、でもガニ股やったとかね、あ、なるほどね、あっち見て歌えや、こっち見て喋れや、うるさいね、私がね、いや、うち一回体験でも行って、わかるから、そしたらほんまにうるさいですよ、すごい怖いよ、もう笑いながら、怖いよ、怖いよ、笑いながらね、怖いよ、京子さんの怒った顔って見たことなくて、絶対笑いながら怒らはるんですよあの、ミスユニバース兵庫のね、うん、あのレッスンやった時に、はい、読売テレビの10とかに、はい、見ました、見ました、出たんですけど、あの時にもね、私はずっと笑顔だったんですよ、はい、もうやっぱり一応、ね、テレビ回って、はい、もうね、ずあと午後ね、何時間、4時間か5時間ぐらい、ま、ずっとカメラ回してて、私が一瞬気を抜いた怖い顔の時だけ映すんですよ。それだけ隠して気を抜いた時、すごい気を抜いて怖い顔して、あーとか思った時のだけを全部載せて、めっちゃ怖い先生に仕立て上げるんですね。なるほどね、怖いなと思う、シナリオ通りに、うん、大変やでっていうのをこう、大変、めっちゃアピールするために、こんなに頑張って、こんなに頑張って、こんな苦しみを乗り越えてミスユニバース何年っていうシナリオ通りに、その辺が大変やということをね、どんだけ大変な厳しいことをくぐり抜けてきたかっていう、ね、設定のもとで、その辺をね、うん、やっぱりその辺はもう、実際ね、レッスン受けてる時はね、私怒った京子さんにお会いしたことないですよ、言ってることはめっちゃ怖いですよ、あ、ほんまにでも表情はもう常に笑顔ですよね。いや、なぜか天はね、そこだけ怖い顔があるんですよ、すごいな、すごいですね抜いてはりました、ちゃんと抜くってすごいですね、うん、あ、でもプロデューサーがそこすごい、あの、盛るタイプなんですよ、はいはいはい、そうです、あまり話を盛るのが好きなんですよ、ね、そう、楽屋で話するのがいいような感じがしますね、まあ、でもね、怖いはこの2人、いやいやいや、何ぼでも言ってしまいますけど、うん、で今、うん、現在の8代目の、妙と桃香さん、うんうん、あと羽田ゆりなさん、はい、あと寺浦こなみさん、はい、この3人の写真なんかがちょっとあるんですけども、うんうん、この結婚しようよ神戸でっていう、うん、はいはい、まあ、合言葉なんですけども、これ某ブラボーシロさん、某じゃないやん、某ブラボーシロさんの作曲なんですね、はい、作詞作曲で神戸で見つけてて、曲もそうですね、神戸で見つけてもね、この CD を毎回歴代 の、うん、あのウェディングクイーンさんのやつが CD 化されて、うん、Amazon で売られてますよね、そうそうそう、毎回なんです、毎回、だから毎回レコーディングもあるのよ、すごい、毎回レコーディング、そうなんですよ、大変で、下手くそな時はあるから困るんですよ、怖い怖い、もうこの番組が怖い怖い怖い
怖いわ。いや、振りも覚えなかし、で、なんか7代目の時なんか恋ダンスが流行ってて、恋ダンスも振り付け覚えなあかん、いや、めっちゃ大変やんとかって。めっちゃ上手でしたよ、7代目。そうやね、7代目。そうそう、戸田さんまで踊ってましたもんね。そう、戸田さんも踊ってましたからね。本当、みんな、戸田さんの方が喜んでたと思います、ね。戸田さんがやりた、ね、やりなかったよね、戸田さんがね。そうなんや、ね、なんで戸田さんが国民であれ YouTube 載ってんのかなと思ったら。いや、自分が乗りたかったですね。なるほど。でもそうですよね、神戸ウェディングクイーンってなるだけで、なんか神戸がブライダルの街みたいな感じでどん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 ね、そうですね、リアルできるってすごい。そうだから、ちょうど2005年に始めたんですけど、2010年からこの神戸ウェディングクイーン発掘プロジェクトと、もう一つ神戸プロポーズの日っていうのを始めたんです。プロポーズの日ね、はいはい、写真がちょっとあるんですけども、はい、あとそれとね、うん、あとその神戸のランドマークウェディングっていうのがちょっと項目が上がってて、まあスマスイであるとか、あと鉄人28号森場、あと神戸動物王国、それから県立美術館と須磨離宮公園、そうです、須磨離宮公園、神戸空港なんかの、そういうようななんかランドマーク的なところでウェディングをするっていうのもなんか企画されて、面白いですよね、なんか思い出に残る、そうですね、なかなか普通できないできない場所でね、で、そういうのに申し込まないとなかなかできないところじゃないですか。そうですね、自分で手続きしても大変ですよね。ね、許可取るのもね、大変ですし、神戸ウェディング会議のところにお問い合わせしたら、そういうのをサポートしてさせていただきますよって、ちゃんとプロデュース、そんなぼったくりばあちゃいますよ、言うこと。最近のウェディング業界ぼったくりば多いから気をつけないと。あ、そうなんです、そうですよね。神戸で結婚式するんだったら、神戸ウェディング会議の方にお問い合わせいただくと、神戸ウェディング会議のあのホームページ見てたら、ご予算をちゃんとお伺いしてって書いてありますもんね。そうです、そうです、そんな細かくやっていただけるんですか。全部、そう、最初のタイムスケジュールから全部。めっちゃ楽ちんじゃないですか。楽ちんですよ。だけど、まあ普通のホテルさんとかでやられるんだったら、別に私どもの力はいらない。ホテルさんにちゃんとプロデューサーがいらっしゃるので、ランドマークとかだったら、私ども、例えば、まあそこ乗ってますけど、他でも神戸でこんなところでしたいね言うたら、なんとかそういうのは神戸市さんとかね、そういうのの手続きの仕方とかよく分かってますし、LINEがありますので、それでご相談いただいたら、はい、こんなところでやりたいっていうのをおっしゃっていただいて、今までやられた中でね、びっくりみたいなのがありました。これは大変やったみたいなの。大変やったのは、一番最初オープンしたばっかりの神戸空港が大変でしたけど、ね、オープンしたばっかりで、今は楽ですけど、まあ、セキュリティの問題、セキュリティの問題とか、なんか人がどうのこうの、神戸市が硬いことばかり言ってはったら、いや、そういう、聞いてますよ、ね、どうしてもね、あの、テロが結構うるさい時期やったんで、その時代背景もあるんですけどね。動物王国さんなんかも、はい、動物が一緒にお祝いに来てくれてね、あ、めっちゃいいじゃないですか、それもサプライズで来てくれたり、でね、動物王国さんね、はい、あのインコちゃんがね、はい、リングをバーッと運んでくれて、めっちゃいいじゃないですか。そんなできるんですか。そうできるね、鈴木さんとかね、そうそうそうですよ、すごい、それもいいし、カピバラちゃんが入ったらカピバラちゃんと一緒に入場とかね、めっちゃ面白いじゃないですか。そんなさせてくれるんですよ。それが、まあ、動物の時間にもよるのでね、はいはい、動物に合わせて時間こっちが設定することもありますし、なるほど。それとかね、スマスイでね、あそこのドルフィンのところあるじゃないですか、はいはい、貸し切りにして、はい、それちょっと高くなる、ほんま高いんですけど、はい、絶対それが夢やった言うて、はい、びちゃびちゃになってもいいよ、ドレスを別に気が、あの、着替えとして、はい、バッシャーって書いてもらいたいとか言って、だから自由に、あの、イルカちゃんも2人のためだけに、はい、あの、いろいろやってくださって、最後にバッシャーって仕込んで、そう、すごい、バッシャーって、もう言うこと聞くんですね。そう、イルカちゃん賢いなって、ね、で、あの、例えばイルカちゃんにこれ運び言うたら、こうリングのこんなの運んでくれるみたいですよ、はいはい、それできるんですか、お父さんの、ね、お父さんと仲間すげーらしいですけど、すごい、それはすごいな、すごい、イルカちゃんすごい賢い、そういうことをいろいろ絶対やりたいねという方ね、いらっしゃったら、そうですね、はい、ぜひともそういうことを、あの、叶えたい夢があったら、京子さんとか、そうですね、神戸ウェディング会議の方、はい、ポチュッとしてもらったら、ね、はい、例えばその神戸ウェディング会議ってどんな方が集まってやってらっしゃる、その組織、あのね、それがね、ウェディングの関係者ばっかりだと思うでしょう、はい、そうじゃないんですよ、もうね、一生懸命やってはる人は神戸の街を元気にしたいと思ってはる人たちがほとんどで、はい、で、もう半分ぐらいじゃないですかね、あのウェディングに関係ある人もちょっと関係あるかないのに多く見て半分ぐらい、あとはあまり関係なくても、はい、なんか一緒にやりたいとか、ね、
あのお水のどういうタイミングで入れるんですか？いつでも入れます。いつでも入れます。会員になるね、入会すれば、はい、マロさんもそうやもんね。そうそう、マロさんも入ってくれはったし、戸田さんなんかそれこそほんま何も関係ありませんよ。ね、なんかありませんよ。ありません。めちゃめちゃ活躍してますもんね。メインで頑張るんですよ。本当に、ね、だってあのウェディングクイーンのね、お付きですよね、うん、そうそう、もうあのそうそう、お父ちゃんになってますね。そう、自分は彼氏や思ってるけどね。広報部長ですよね。なんか自分は彼氏になりたい思ってるんですよ。なるほどね、そうね。あの方立ってる気分ですよね。立ってる気分ですよ。でも飲み屋の会議みたいになってあれ役得でね。彼はほんまに俺が守ったらあかんなっていう、あったかい人なんでね。あの、まあそうですよね、優しいもんね、うん、優しい人なんですよ、ね、本当にすごい優しい人やなと思います。でもいいメンバーに恵まれて、すごい素敵な組織な感じですね、うん、そうですね、うん、本当にいいメンバーで、最初の頃はそれこそホテルの社長さんばっかりだったね。あ、そうですね、メリケンパークオリエンタルホテルマイコビラのホテルの社長さんとか、はいはい、であのもうポートピアホテルの社長もね、あの総支配人さんとかね、はい、そういう方たちがやってたんですけど、だんだんこうおられなくなっちゃってね、年がどうする、はい、ああ、なるほど、だんだんそれもね、人が変わっても変わってもまた新しくいい方がどんどん入ってこられて、はい、でいい感じの団体としてずっとつながってるなと思って。でもこのウェディングで盛り上げるっていうのはおめでたいことやから、なんかいいですよね。そうそうなんですよ、はい、でやっぱデート、デート神戸っていうグループもありますでしょ、はい、デートの街神戸、はいはい、それでプロポーズの街神戸、はい、ウェディングの街神戸、はい、そして住んで楽しい街神戸って言って、神戸がこう口出しになって元気になっていけばいいなっていうふうに思っているんですよね。すごいですね、魅力的に本当にいろんな活動をされてますよね。そうなんです。だから078っていうね、はいはいはい、あたりとか、それもやっぱり住んで楽しい神戸の街が魅力になるように、はい、イベントとかもね、あの最初からちょっとお手伝いさせてもらったり、睡眠プロジェクトとか、はい、なんかみんなが元気になるイベントといえばね、はい、一緒にね、睡眠やってるもんね、はい、そうね、一緒にね、はい、だからそういった神戸の街が元気になるかなって言ったことを一生懸命お手伝いしていきたいなと思っていて、はい、で昨日も谷上プロジェクトっていうのがありまして、はい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 、谷上って皆さんご存知ないと思うんですけど、はいはい、もうど田舎なんですね、はい、そう、田舎ですよね。だけども三宮から10分で行けてっていう、行って行ったのね、はい、であの緑豊かでね、はい、でその谷上をシリコンバレー化しようと思う、はい、海外に行かなくても、それが体験できる街にしようっていう、ね、そうなんですよ、それもなんかオープニングからちょっとこうお手伝いできることあるかなと思って一生懸命やってるんですけどね、はい、でも皆さんあの結構あの積極的で力のある方がやってるから、うん、これ成功するやろなっていうような感じで、いやあれはでもほんま難しいと思うんですよ。いや難しいけれど、うん、それだからこそ成功させなあかんと、ね、で地元の私たちが何か知らん何やってるのじゃなくって、はい、もう力いっぱい後押ししていかなあかんのじゃないかなというふうに、谷上フェスタとかいろいろ向こうの方もね、うん、今活気づいてますからね、昔じゃ考えられなかったですけどね。そうですよね、うん、谷上は私のね、それこそさっきの話、ウグイス歴の一番最初の思い出の場所でもあるんですよね、はい、あ、そうなんです、北区が、はい、私の原点でもあるので、はい、谷上って聞いただけで嘘やろうと思いました。本当そんな人住んでなかった。今は結構住宅増えてる。そう、うん、でもやっぱり谷上は田舎ですわ、うん、あのちょっと鈴蘭台とかあっち行ったらまだありますけど ね、なんかもう本当になんであそこだけポンと抜け落ちたような田舎、どういう田舎なのか分かりませんね。だからこそこの、ね、イベントがなんか盛り上がったらいい感じになるじゃないですか。そうなんですよね。さすが目の付けどころが、いや、うん、私が目をつけたわけじゃなくて、あの山本敏之さんでしたっけね、はい、チャットワークの CEO、はいはい、であの方は2年前にシリコンバレーで出会ってるんですよ、はい、あ、そうなんですね。でその時になんかすごいいろんな話をしてらっしゃって、ふーん、すごい若者がいるもんだと思って、なるほど、コロッと忘れてたんですよね、はい、去年の秋にお会いして、はい、で私シリコンバレー行ったことあるんですって言ったら、あ、僕覚えてますって私の名刺を出されてね、あのなんかちゃんとスマホの中からピピピって出されて、こんな私の名刺、あ、みたいな、まあ、とりあえず一旦コマーシャルに行かせていただきます、はい、いってらっしゃ い、シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさーい。じゃ告知タイムと言い足りないことをどうぞ、はい、え
告知タイムですか、はい、まあ、言ったけれども、はい、6月からまた神戸ウェディングクイーン第9代目募集してますので、はい、募集しますので、はい、6月です。今からちょっとチェックをしておいてください、はい、で将来タレントさんになりたいなとか思われない方でも全然大丈夫ですので、神戸の街のためにちょっと力をくださる、あげるよっていう方ぜひいらしてください、はい、っていうことぐらいですかね。ぐらいですか。他なかったりします。なんで神戸今年もたくさんイベントね、そうですね、はい、睡眠もね、睡眠プロジェクトっていうのがどんどんありますし、もうそろそろ始まる時期ですもんね。そうですね、一つ、うちの会社のね、やってることで司会だけじゃなくって、はい、あとね、タレントさんのブッキングなんかもやっておりましてね、はい、なナジャグランディーバさん、はい、ご存知ですか。ナジャさん、あ、知ってます、はい、ナジャさんとかも、はい、例えばポートピアホテルとかのビアガーデンにブッキングしたりとかしてるのもうちなんですよ。あ、そうなんですか。実はだからそういったタレントさんとかミュージシャンとか、はい、そういった方もたくさんこうブッキングしたりとか、はい、あとオーダーメイドの研修をやってたり、はい、企業向けのやってると申し上げてましたけど、はいはい、そういうのもぜひぜひ皆さんよかったらオーダーメイドなので、はい、その会社に行って上司の人が言いにくいこととか社長が言いにくいことをしっかりこちらから、はい、外部から言ってあげるよっていう感じでできます、ね、はい、ということと、それでも、はい、ホームページに書いて書いてます、はい、じゃあぜひオフィスマーメイドさんのホームページぜひチェックしていただいて、はい、はい、お願いします。ぜひよろしくお願いいたします、はい、神戸ウェディング会議のホームページ、はい、Facebook、はい、これは神戸ウェディング会議、あと、はい、結婚しようよ神戸でっていう合言葉でも検索でヒットしますので。なるほど、すごい、はい、それで検索していただいて、はい、情報を集めてですね、はい、ぜひとも私もウェディングクイーンになりたいっていう方、うんうん、応募していただいてですね、よろしくお願いします。河川実践 OK ですよね。そうです、OK です。はい、あ、それとね、ウェディングクイーンさんをぜひぜひモデルさん、はい、会社のパンフレットのモデルさんとか、 あといろんなファッションショーのモデルさんとか、 CM、はい、CM に起用していただいて、はい、そうですね、はい、商品カタログのそのモデルさんなんかも、うんうんうん、なさってるので。そうなんですよ、みんな綺麗でしょ。で、神戸ウェディングクイーンさんを使ってますよっていうだけで、はい、ブランド力をアップすると思うので、そう思います。はい、はい、そこでちゃんとつかみは OK、 話になる、ね、ネタになるということで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。幅広い。あと谷口京子さん個人のブログと、はい、Facebook、はい、それからオフィスマーメイドの Facebook と、はい、ホームページも、はい、谷口京子のこの名前でですね、全部ヒットするんです、ほとんど1ページ内に入りますので、すごい、でいろんなことで検索するよりもお名前漢字、はい、谷口京子で検索していただくと、はい、全部ヒットして見ていけますので、神戸の顔ですからね、はいはい、もう情報そこから仕入れてですね、はい、いろんな京子の京の字がね、はい、競歩の改革、はい、去年の今日っていうやつ、はい、ちょっと難しいです、はい、順とも読みますけど、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。神戸の街で何かあれば谷口さんにご覧いただけたら、見かけてストーリーだけはしないでください、はい、後が怖いですから。いや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 、いや本当にすごいいろんなこと方とつながってらっしゃいますしね、はい、はい、またぜひ、はい、何かお困りごとがあれば、はい、そうですね、本当によろしくお願いいたします、はいはい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんさようなら。僕は君の